あんまりな書かれようね。心ないゴシップやもう終わり論ばっかり。トレーナー、今のクラフトさんは同じね。日本ダービー後、何をやってもうまくいかなかったあの日の私たちと、負けて負けて負け続けて、そしてついに。また惨敗で、何をトレーナー話って。何よ、深刻な顔しちゃって。これ以上落ち込むことなんて。どんなことって。何よ、その持ってる紙。遺跡ってどういうこと。コンビを解消しようっていうの。私を受け入れたいって打診でもあったの。悪くないね。そうね、流れが悪い時は何かを変えなきゃいけない。私のためにはいいかもしれない。でも私たちのためにはどうなのよ。一人が報われればそれでいいの。どっちかが夢を叶えて、どっちかが消えてもそれでいいの。それで本当に一流のコンビって言えるの。本当に何もないの？よく見なさいよ！本当の本当に何一つ残ってないの？目を見開いてよく見てみなさいよ！あなたの目に今映ってるのは何よ？そう、私を見て感じる気持ちはないの？言いなさい。ほら、あるじゃない。跳ね返されてボロボロに叩きのめされても、その気持ちだけは残ってるじゃない。あなたの中にも私の中にも、ずっと変わらなかったこの気持ちを捨てられるなら、今目の前で捨ててみなさい。そうしたら私も捨てるわ。どうするの、その髪。そうよね、この気持ち。簡単に捨てられるならここまで苦しんでない。やるわよ、次のレースで。今度こそ私は自分を捨てなかった。キングであるために再び立ち上がり、あの高松の宮記念でついに成し遂げた。私は自分の価値を証明したかっただけで、クラフトさんの何かを残したいって気持ちは正直よくわからない。でも思いを捨てさえしなければ願いに手は届く。それは同じ、クラフトさんがそれを信じきれるかどうか。ええ、この瀬戸際でなんとかできるのはトレーナー、あなたしかいないわ。おバカ、あなたは勝ったのよ。一番堂々としなきゃいけない馬娘なのよ。どうして泣くのよ、どうして。待って、
できる、できるに決まってるじゃないの。あなたがそのたった一つを手放さない限り必ず叶う、叶うに決まってる。私とトレーナーはそうやって掴んだもの。私たちのチームに来てくれたあなたにできないわけはないわ。できない。